ンプを量的、空間的、時間的空間間時に制御し、コントロールする薬物輸送システムとも呼ばれる。ロバート・ランガーは DDS の功績によりチャールズ・スターク・ドレーパー賞を受賞した。この技術を使うことにより期待されることは大きく以下の5つに還元できる。薬物作用の分離から特定の作用だけを取り出す、または抑え込む。 効果の増強、発言効果がより的確なものとなり、再現性も向上する。投資量の削減や適用拡大が期待できる。副作用の軽減から安全域の拡大を図ることにより、QOL を改善し、患者の負担を軽減する。また、副作用から制約化が頓挫した化合物を薬として復活させることもできる。 使用性の改善患者及び医療従事者の負担を軽くし、薬物の服用指示違反問題の解消につながる。経済性製品のライフサイクルの延長、差別化が図れる。また、医療費や関連費用の削減ができる。研究、開発の効率化が期待できる。ありがとうございます。